仙崎駅は山口県長門市仙崎にある西日本旅客鉄道3本線支線の駅である。この項目では仙崎支線の運行形態等についても記す。短式ホーム一面一線の地上駅で現在は長門鉄道部管理の無人駅である。自動券売機等の設備はない。ホーム反対側2気回し線の跡が残る。駅舎は 鉄筋コンクリート作りであるが、周囲を焼きすぎ風の化粧壁と瓦吹きの飾り屋根で覆い、木造風の外観を持つ。かつて駅事務室と手荷物取扱所であったスペースには、長戸市、仙崎出身の同様詩人である、金込鈴に関する資料を集めた展示施設が設けられていたが、金込鈴記念館の開館時に観光ボランティアガイドの案内所となり、 その観光案内所も2017年に道の駅、千座キッチンがオープンした際に同所に移転。2019年には長戸市、座崎出身の作詞家である大津明に関するギャラリーにリニューアル。大津の命日である4月10日にオープニングセレモニーが行われ、鈴木喜三郎らが出席した。ギャラリーの設置に合わせ、列車到着メロディーに、 ががが作詞を手掛けた輝きながらが採用されているかつては、駅舎内に、キオスクがあったが、撤去されている。駅舎に隣接して、別当のトイレが設けられている。かつては、鉄筋コンクリート作りで、外壁には、長年市在住のイラストレーター、尾崎慎吾による、クジラの絵が描かれていたが、2007年のミスズーシオ運転開始に合わせて、 和風の建物に建て替えられた。キハ120系機動車により1日6往復が運転されている。東駅長都市駅間の一駅間運転の系統と、峰ネセ朝駅まで乗り入れる系統がある。山陰本線支線の駅であるが、基本的な運行系統は、仙崎支線内折り返し、または峰線直通で、かつては下関直通列車が2017年まで。 観光列車、ミスズシオアヤが直通運転していた名残で一往復のみが設定されていたが、2021年ダイヤ改正で消滅している。毎年7月下旬に、千崎港一帯で開催される、長戸、千崎花火大会の際には、臨時列車の運行が設定される。千崎支線内を売り返しが基本だが、花火終了後に、ミネセン朝駅及び、山陰本線、 阿川駅までの直通列車が運行される。かつては、千崎漁港で、水揚げされた海産物を売りさばく、行商の利用が多く見られ、千崎駅の始発列車が午前4時台であったことも、あるが、2001年3月3日の改正で、始発列車が午前6時台に繰り下がり、最終も18時と早くなっている。1978.11、20現在のダイヤでは、 千崎始発が4時17分、不定期列車を含め1日、約20往復の列車が運行されていた。観光列車としては、臨時客車列車、萩、長戸ブルーライナーが、下関駅長都市駅東駅長都市駅東、萩駅の直通運転を行っていた。2007年7月1日から、定期列車の車両変更扱いで、下関直通の観光列車、 みすずしおあやが1日1往復運転されていた。2017年8月5日からは、袋のみであるが、の話が、東萩駅方面から直通運転を行っている。駅周辺は仙崎地区の中心部にあたる。大見姉妹は、駅前のバス乗り場から三電交通バスに乗り換えとなる。駅前ロータリー内に、仙崎駅前バス停がある。 一日の平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。